おはようございます。西田渉です。12月9日金曜日いかがお過ごしでしょうか全時収録しております。えっ、ー、と、今日はですね、えー、写真がうまくなる大切な考え方の一つっていうところで <laughs> お話しようかなと思っております。まあ結論、思いついて疑問であるのであれば、まずは自分で何かをやれっていう。ここですよね。自分で調べろ。自分でやれっていう。よく、 疑問に思った時に一歩踏み出さずに、まあ昨日ね、たまたま、これなんで今日この話をするかというと、何か昨日、えっ、ー、と、目についたツイートで、えっ、ー、と、まあ昨日、一昨日かな、僕が純正の方がやっぱいいなっていう結論が出たっていう話をしたわけですよ。これ。ライカ。で、フォクトレンダーを4本。 使使ってみていろいろ使ってて、て、みアポランターも使ってで最後これ今ね、えー、とズミルクスの 35mm の F1.4 使ってっていうところでまあいろいろ使った結果フォクトレンダーももちろん素晴らしかったんですがまあそれ以上にやっぱり純正であるライカが一番いいなっていうのが僕がフォクトレンダーを使いライカも使いそしてそれでも相違、相違、自分がか感じた上で僕は。 えー、ライカの M 型のボディにはライカの純正のレンズを使うことにしたっていうお話を、えー、昨日したところツイートで参、まあ、見されたというか、まあ、見つけたツイートが本当に純正,の純正のそのレンズの上でフォクトレンダーってそんなダメなんですかみたいな疑問系のツイートがついてるわけですよね。 まあ、ぶっちゃけ疑問に思うんだったら、自分がライカと、ライカのレンズと、フォクトレンダーのレンズ買って、僕みたいに比べて、自分で体感するだけの、する、すればいいっていうだけの話だと思うんですよね。そのハテナをつけてツイートしてる時間があるのであれば、まあ、ぶっちゃけ写真撮、撮っとと、写真を撮っちまった方が、えー、よっぽどか建設的なのではないかっていうふうなマインドが、僕のマインドなんですよね。なので、とにかく疑問に思うことであれば、自分でやればいいっていう。体感すればいい。 もちろんいやだってライカのレンズがレンズ高くてどうしても高いじゃないですかみたいな感じで、えー、も,もしもしもそういうふうに思うのであれば知らんがなっていう話ですからそこはまあ、まあ、何らかの形でそこはたどり着くしかない話ですしなのでなんかそこに疑問を持つのであればライカフォクトレンダーえー、本当に純正の方がいい,い,いわけっていう思うんであれば両方使えばいいじゃんっていうそういうシンプルなマインド で物事を考えていく多分ですけれどもそのツイートしてた人にとってみればおそらくなんですけれども、えっと多分フォクトレンダーでも十分にいいところがあるよねっていう,いうのが多分その人にとっての最高の答えなんですよ純正だけじゃない、えー、サートパーティーと言いますかフォクトレンダーにも絶対にいいところがあるもうそんなものを重々こちらも承知でむしろそれは自分が体感した上で作例まで出してメインチャンネルでガンガン レンズレビューしてますからね。その上で僕はここが足りない。僕にとってはここは足りない。シャドウ部の粘りがここは足りてない。で、僕の場合は可逆。不可逆じゃなくて可逆のレンズが欲しいっていうのが僕の中での結論なんですよね。要はシャドウ部を持ち上げることもできるし、潰すこともできるっていう、そこの差配ができる。ローデータを コントロールできる。自分自身でコントロールできるっていうところが必要。だから必然的に、ライカの純正レンズが必要。ライカの純正レンズの方が、シャドウ部が潰れているように見えて、実はデータ量が残っていた。ですが、ある、えー、フォクトレンダーの、えー、と、ノクトンビンテージラインの 50mm か、F1.5。この、アスペリカル。これに関しては、シャドウ部で撮っておいた。白飛ばしないようにシャドウ部で撮ってあの、白飛ばしないようにちょっとアンダーメイントっておいた。そして、 気になっていた主題である場所の、えー、木の部分を持ち上げとしたデータがなかった。それはそれでもちろん、ね、写真としては一つ完結はするんですけれども、僕としてはもうちょっとそこの胃腸の部分、シレットになった胃腸の部分の黄色、薄く黄色ぐりの部分を出したかった。それが出なかった。これがまさに、えー、不可逆だったわけですよね。で、結論で僕はそうやって色々フォークトレンダーを使った結果、えー、やっぱりライカ純正の方が良、えー、かった。良かったっていうのはやっぱり自分の中での多く、 多く、ローのデータを多く情報量取り込んでて、やはりライカの一番のメリットである、シャドー部分の会長の豊かさっていうか、ね、会長性ですね。ここをやっぱり自分は取っていきたいというか、大事にしたい。だからこそ、純正を使う方がいいんだな。これはなぜかっいうと、えー、ととうえ ヘリア4 0ミリ,を使,、えー、ミリを使った。で、ノクトンビンテージライン 50mm の1.5を使った。で、ノクトンビンテージラインの3 5ミリの F1.5 も使った。アスペリカル2。で、そして最後にアポランター3 5ミリを使ってみた。この4本を使ってデ、データ、データ、作、作品を撮って、そして自分の中でローで触って、徹底的にフォークトレンダーを自分の中で一回入れてみたわけですよね。そして、またライカに戻っていった時に、僕はやっぱりライカが良かった。純正で行きますっていう話をしていて。なので、 疑問に思うそ,そこでね、まあもちろん皆が皆ね、そんなに思いついて自分が思いついたことに対してトライできる人ばかりではないっていうのもね、もちろん当然だとは思うんですけれども、やはり基本的なシンプルなマインドでいた方が僕はやっぱり人生豊かになるっていうか、あのー、やっぱり 迷っている暇があれば行動に起こすっていう。これが一つ写真に対しても、まあ人生に対してもっていうと大げさなんですけれども、すべてにおいてうまくいく要素なんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですよね。やはり自分に素直になる。疑問であれば解決すればいい。自分で解決。人から聞いて、その知識を得て解決するのではない。それは一時情報じゃないですよね。人から聞いた話ですから。僕の場合は僕が発信している、そして喋っていることはすべて自分が 体感したことを話すようにしています。なので、ここの僕の発信は全てにおいて、えー、あくまでも誰からから聞いた話なんですけれどっていうところを基本的には出さない。まあもちろんね、すごく有益な情報、面白い話があれば、人から聞いた話を、こういったお話を聞きましたってことは言いますが、基本的に例えばカメラ、レンズの情報、フォクトレンダー、えー、ライカこれはあくまでも自分が両方を使ってみて、僕はこう感じたってことを、えー 伸びているとですがもちろんそこにねフォクトレンダーがいいに決まっているっていう方がいても当然だと思いますもちろんそれは逆に言うとレンズの性能もしっかりそしてコストパフォーマンス値段がライ,カライカの何分の1の価格でこの性能が出ているのであればあのフォクトレンダー最高じゃないかって言ってももちろんそれはね 僕自身もしっかりだと思うんですよね。僕自身もそう思いました。特にノクトンビンテージライン 35mm の F1.5 アスフェリカル2かなの通貨、えー。このレンズに関してはつい最近出たレンズです。11月24日に出たレンズなんですけれども、これは自分で使ってみて、そしてデータを触って、西田塾のデータでも出してます。なんでそういったところを踏まえて、僕は基本的な基本的な発言して、僕はだから純正。 を使うんだっていうところの結論に至っているので、なのでそういう形で、まあ、あの、まあ、サードパーティー、えー、サードパーティー純正論争みたいなのに、ね、よくこれは最近のね、まあネタですよね、もはやね、この、まあちょ、小さなこのカメラワールドの中での、YouTube ワールドの中での小さな論争ネタだとは思ってるんですが、これもね、結局僕は、まあ、 えー、サードパーティーは基本的には使ってなくて、ただ純正の方がいいという。なので、シグマも使った上で語れっていう風にはなるかもしれませんけれども、シグマタムロン。まあ、まあ、ここに関してはまあいいかなって感じですね。やはり、まあまあ、どっちみち R システムには、あのー、サードパーティーはないっていうところと、うん、まあ、 まあどうですかね、皆さんね、純正使ってる人でサードパーティーに会えて行きたいと思うかどうか問題もあって、まさに過逆と不過逆の話にも近いとは思うんですけれども、僕自身はまあ、まあ、そうですね、これはもうあくまでもその、それ個人個人の意見なので、何ら問題はないと思ってまして、ここに関してはね、賛否両論あって、しっかりだと思いますが、まあ、き結論ね、やっぱり写真がうまくなるには、シンプルな考え方がまず必要、もうごちゃごちゃ言わずにシャッターを切る、まずは、ガンガンシャッターを押していく、そして迷った、疑問 に思ったことがあればもうすぐさま自分で解決すると、えー、これが非常に重要かなと思ってます、えー、はてなをつけてツイートするだけ時間の無駄っていうのがね僕の中で人から聞く暇があればまあぶっちゃけ今の時代って調べられるしあとは物であれば買えば自分のものになりますからねこういったマインドでどん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 進めていくのが非常に重要かなと思っている次第でございます <laughs> っていうとことで今日も使いかなお過ごしくださいにスターでしたどうも。